横浜マリンタワーの展望台より、現景流地の夜景海ホタル PA には氷川丸のパンフレットなどが展示されている氷川丸は、日本郵船が1930年に竣工させた、日本の1万2000トン級貨客船。北、太平洋航路で長らく運航された。2019年時点では、横浜市で博物館船として公開されている。国の重要文化財に指定されている。 氷川丸は、横浜選挙で建造された1万トン級火客船であり、太平洋戦争では、病院船として運用された。戦後は1960年まで、北、太平洋航路で運航を続けた。運航終了後は、横浜市の山下公園前に係留されている。戦前より唯一現存する日本の火客船であり、船内のインテリアなども含めて、 貴重な産業遺産であるため、2003年には横浜市の有形文化財の指定を受け、2007年に経済産業省の近代化産業遺産として認定、さらに2016年8月には国の重要文化財に指定された。本線の線名は大宮氷川神社に由来する。ブリッジの神棚には氷川神社の祭神が誕生され、保存線となった後も、 氷川神社を祀っている。姉妹線には2席があり、日枝丸は東京千代田区日枝神社を平安丸は平安神宮を祀った。なお本級三席は頭文字 H で統一されている。日本郵船は昭和初期北太平洋で展開されたアメリカやカナダとの過客船就航競争の一環として明治末期から 大正初期に建造された天洋丸級をはじめとする老朽船に代わる新型貨客船を必要としていた。また、ワシントン海軍軍縮条約で航空母艦の保有を制限された大日本帝国海軍も平時には商船として運用し、有事には空母に改造可能な大型貨客船を求めていた。北米サンフランシスコ航路を強化するため、日本郵船は アサマ丸型客船3隻を発注した。この3隻は、有事において、航空母艦に改造する予定だった。続いて日本優先は1927年には、欧州航路2隻南米航路1隻北米シアトル航路用3隻を建造することになり、秩父丸を建造中の横浜選挙は、北米シアトル航路用2隻を受注した。これが、元船と、ヒエダ丸である。 平安丸は大阪鉄工所に発注された。日本海軍は、氷川丸と日枝丸を航空機運搬艦にする予定だった。本船の横浜選挙建造番号は S177。太平洋での航海に耐えるため、外反の厚さは1 5ト、mm、ル戦争も丸窓を採用した。戦級は、ロイド戦級協会最高クラスを取得している。主機管は、 秩父丸と同様に、デンマークのバーマイスターウェイン製、駆動式ディーゼル機関に行き搭載に軸推進とした。主発電機には、B&W 車設計のライセンスによる、池外鉄工所製450馬力4、サイクルディーゼル機関駆動の直流2 2 5ト出力3 2 5ット3台を搭載し、ウィンドラスやウィンチ、各種ポンプ類の動力に直流電動機を用いて、 騒音振動を軽減した。春光時の一等客室は76名、2等69名、3等138名、合計283名。翌年には3等客室を48人増やして、計331名となった。船内各部の装飾は、諸外国、日本国内の建築家や、 インテリアデザイナー間でコンペティションを行った結果、フランスのマーク・シモン社が担当することになった。1933年からの発行が、すでに決定されていた、海上人命安全のための国際条約の基準を先取りした、水密区画構造を採用、アールデコ様式のインテリア、オーシャンライナーという船型、そして日本優先の要する一流シェフによる料理、などのサービス提供など、 構造、サービスとも当時の先端を行く良質な船として建造された。日川丸は1928年11月9日に寄港、気候、1929年9月30日に、浸水、1930年4月25日に、春行した。1930年5月9日、日川丸は横浜港から神戸へ出港、13日に、 神戸港出港後、14日、4日市、15日清水、16日横浜と公開。5月17日、シアトルへの処女公開に向かった。5月27日、シアトル期。排日移民法の締結などアメリカにおける反日感情は強くなっていたが、シアトルでは3万人近い見学者が、氷川丸を訪れた。6月29日に横浜に帰国。 神戸を経由して7月6日に、文字に入港した。文字港でも、岸壁を整備したばかりであり、氷川丸は、雪岸第一線となった。その後、氷川丸のサービスの良さが評判を呼び、著名人を含む多くの品格で賑わった。1932年の11時公開では、チャールズ・チャップリンが、乗船。1937年の47時公開では、 イギリス国王ジョージ6世の戴冠式から帰国の途にあった秩父宮夫妻が乗船。1939年の59時公開では宝塚少女歌劇団の訪米芸術施設団員一行がアメリカ公演を終了した後の帰国時に乗船するなど、氷川丸は花々しい活躍を続けた。アメリカ側の発着地であるシアトル市民にとっても1930年代、 日本から定期的にやってくる、ハイカワは、馴染み深い存在になっていたという。1941年8月、シアトル航路の閉鎖が決定。1941年11月末、ヒカワは、日本海軍に徴用され、病院船として使用される。海軍側からは、病院長、金井泉軍遺体さ、優先側からは、船長、石田忠義らが乗り組んだ。 11月20日、第4艦隊に編入。同年12月に、横須賀海軍交渉で、病院船に改造された。12月20日、改造完了。国際法により、病院船であることを示すため、船体は白色に塗装、緑色の帯を引き、赤十字が描かれ、夜間は、イルミネーションのような電飾を実施した。白鳥という愛称があった。本船は、 1943年10月3日、インドネシアのスラバヤ郊外で嫌いの爆発による損傷を完備に受けた。病院船のヒカワマルは夜間に電飾を実施していたが、同年11月のラバウル空襲でヒカワマルの周囲に船が集まったため、猛爆され多くの被害が生じたという理由により、連合艦隊司令長官から病院船も軍港に入港時は消灯するよう伝達を受けた。 1944年2月20日、横須賀を出港後、トラックを経由して、パラオへ、続いて、バリクパパンで、小病兵や患者を受け入れる。この頃、戦況の悪化によって、パラオでは、大空襲が予想されたため、内地への引き上げを希望する法人が急増。そのため、バリクパパンを出港した日川丸は、予定を変更し、3月16日に再び、パラオに戻り、 内地引上げ希望の法人を受け入れたので、他の開港で500人から1000人を乗せていた、氷川丸の船内は、この開港では、総員2500人に膨れ上がった。パラを出港後に向かった裁判では、傷病兵の一部を下船させた、短い航海となり、3月25日に横須賀に寄港。同年7月15日、カロリン諸島のメレヨン島に到着。 商病兵を受け入れ出港直後に、時期機い2発が、至近距離で爆発、若干の損害を受けた。1945年2月14日、ベトナムのサンジャックからシンガポールへの航海中、船尾付近に食雷、浸水被害を受けるが、自力航行は可能だった。1945年5月には、サセボからジャワへ暗号書を輸送し、 その後はシンガポールから重油突破イロットを運んでいる。姉妹船、ヒ枝丸と平安丸が戦没する中、本船は終戦の日を舞鶴海軍交渉で迎えた。氷川丸は28回出動し、3万名以上の傷病兵を運んだ。敗戦後、氷川丸は GHQ の日本商船管理局によりスケージャップ H022 の管理番号を与えられ、 帰国者の引き上げ任務に従事、4万5千人を日本へ運んだ。続いて国内航路に収益し、輸送任務に従事。1953年11年ぶりにシアトル航路に復帰した。最終航海は1960年8月27日に横浜からシアトルへ出航。10月1日に横浜に戻ると10月3日に神戸に到着。 神戸から横浜に開港され、太平洋横断238回をもって航海を終えた。延べ2万5000人余りの乗客を運んだという。解体予定もあったが、市や市民の保存を望む声によって、同年12月に宿泊施設を兼ねた観光船に転用される。この際、船尾の貨物施設やプロペラシャフトの撤去など、 横浜選挙第1号選挙で大規模な補修が実施された。1961年5月、山下公園に経流される。以後の所有は日川ワマルマリンタワー株式会社になり、ユースホステル、見学施設として運営された。後に船体がエメラルドグリーンに塗り替えられた。船内では、船上結婚式、ビアガーデン、ライブ、サロンコンサート、パーティー、 年越しカウントダウンなどの祭事、イベントが実施された。この間、船体はブルーに塗り替えられていた時期を経て1980年代後半に、日本優先時代の黒い塗装に再度、塗り直されている。2003年、氷川丸は、横浜市指定有形文化財に指定された。しかし、入場者数の減少のため、氷川丸マリマディンタワーは2006年10月13日、 同年12月25日で、氷川丸の運営を終了し、船体を日本優先に譲渡することを発表した。その後、予定通りに運営を終了し、氷川丸マリンタワーは2006年12月31日付で解散した。2007年8月より、船体の部分的な修繕、内装の修復を行っていたが、日本優先より一般公開を再開する旨が発表される。 2008年4月25日、日川丸春工から78年目に合わせ、日本優先日川丸の名称で一般公開を開始した。毎日正午になると時報代わりに汽笛を鳴らす。この他前述のカウントダウンでは、新年を迎える際に日川丸の汽笛を鳴らすのが慣例になっている。船体の大規模な修繕は1961年より、 実施されておらず老朽化が進行している。2016年、戦前で作られた、可客船としての文化的価値が評価されて、国の重要文化財に指定された。明治丸に続く2番目の船の文化財となったが、海上で保存されている船舶では、初の文化財である。金井泉群遺体佐 1941年12月1日から1942年11月15日、本間正人軍医大佐。1942年11月15日から1943年11月5日、野村守軍医大佐。1943年11月5日から1944年10月25日、鍵山俊六軍医大佐。 1944年10月25日から1945年6月20日、村上明軍医大佐、第二福音館、1945年6月20日から1946年3月30日、武藤常代第二福音館、第二福音事務館、福音事務館、1946年3月30日から1946年8月15日、 第二次世界大戦回戦まで日本優先バンクーバー代理店にはもみ山、ま、感染模型製作所制の1、48皮は、丸大型模型があった。この模型はカナダ政府による対日資産凍結により没収され、競売により落札したアメリカ人が所有していたが、遺族がウィスコンチン集会寺博物館に寄贈して展示されていた。 1995年に存在が明らかになり、日本郵船による返還交渉の末、2013年11月に返還されることが決まり、2014年1月14日に日本郵船歴史博物館に到着。2月18日から一般公開されている。この種の民間船としては、数少ないプラモデル化された船である。長谷川製作所から1、 700ウォーターラインシリーズ及び1-350スケールのフルハ春ルモデルタイプのプラモデルキットとして、現役課客船時代と徴用病院船時代の2種類ずつ発売されている。当時病院船氷川丸に従事していた船員からの証言によると、太平洋戦争中、病院船として運用されていながら、航行中に米軍の潜水艦に追尾され5日ほど監視されていたという。 当時、ヒ川丸船内には、軍用航空燃料が積まれており、一万一隻潜水艦から臨検を要請されて、航空燃料搭載が発覚すれば、病院船としての保護扱いを喪失して、打歩、撃沈される危険性があった。さらに、病院船を軍事輸送船として運用することは、国際法への違反であり、もしこれが明らかになれば、日本の国際的立場が、 さらに悪化することが十分にあり得た。そのため、船内にはこの事例に対する対策として、自沈装置が設けられており、臨検を受けざるを得なくなった場合に自沈することを指示、されていたという。追尾はされながら幸いにも臨検されることはなく、氷川丸は難を逃れた。昭和十一年七月一日付またに第十七号の定めによる自動会食。途中四日一。 清水、横浜、ビクトリアに寄港した。1960年夏、フルブライト留学生として、プリンストン大学へ向かう下村治が乗船した。名物応援団長だった、池杉翔二郎がこれを使った応援を行い、彼が亡くなった1995年まで使用した。このドラは氷川丸に変換された後、1998年に横浜ベイスターズが、 プロ野球日本選手権シリーズに優勝した際の記念行事として、ヒカ丸マ船内で一般公開されている。ありがとうございます。